疲れ果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。今日という日がそんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。ああこの気だるさはなんだ。いつかはどこかへ落ち着こうと心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとこれでおいらの旅も終わったのかと思ったら、いつものことではあるけれど、ああここもやっぱり土砂降りさ。裸足で歩いてる自分が見える。人の言葉が右の耳から左の耳と通り過ぎる。それほど